どうもこんにちは、ザワチャンネルです。さあいよいよまもなくですよ、第29回全国都道府県対抗男子駅伝、広島男子駅伝と、いうことでね、今週の日曜日に、開催されるんですけれども、かなりね、もう始走に、前日ですか、選手団の方々がね、こちら広島入りされまして、本当沿道でね、始走している選手を、かなり多く、見る、そんな時期になってしまった。それがね、まあ、今回、広島市内のね、まあ、様子でもあるんですけれども、さあ今日は、前回動画でもね、注目選手を紹介しましたけれども、今日の動画のテーマは注目代表チーム、こちら4選、これをね、皆様に、ご紹介していきたいなと、思います。本当に各ね、都道府県、レベルが高いので、もう激戦必至はもう間違いないというふうに思うんですけれども、私はあえてこのチームを推したいということで、4チーム4代表をご紹介させていただきたいと思います。それでは早速入ってみましょう。はい、ということでね、第29回、全国都道府県対抗男子駅伝、広島男子駅伝と、いうことで、本当に今回ね、レベル、高い、もうまた去年に引き続きね、大会新記録が、生まれてもおかしくない、まあ、そんなね、状況だというふうに僕もね、思っているんですけれども、その中でもやはりこのチーム、注目しなければいけないよねと、いうことで、今から、ご紹介していきたいなというふうに、思います。まずは1つ目、さあここもね、優勝候補の大本命と、言ってもね、過言ではないでしょう、前回大会優勝チーム長野県チームということでね、もうとんでもなく、タレント揃い、特に、高校生区間ですよね。まあ、前回の動画でもダンと紹介させていただきましたけれども、神の領域、宮古王子、2時間1分切りも見えた、大会新記録で、優勝いたしました、佐久長聖高校の面々、そしてこの実業団大学生勢のカテゴリーですよね。ここも佐久長聖高校の OB、 そして大学駅伝でもね、しっかりと活躍している選手がドバッと、エントリーされております。まあ、特にね、鈴木芽吹選手、いや、あの箱根駅伝2区、あのタイムでね、いやそれ以上求められてもと、いや本当はあの、青学のね、区間賞とった黒田選手がもう神がかっていたというしかね、もう言いようがないので、いや本当に構想したと思うんですよ。でもやっぱり、鈴木選手、キャプテンでもありましたんでね、そのあたりの、まあ、背負った重みと、いうものがね、本当にあの涙を流させたんじゃないかなと、まあ、責任感もね、ありましたのでね。さあさあ、しかしですよ、やはりね、この箱根のリベンジはこちら広島でしっかりと鈴木選手やっていただきたいなと、思いますのでね、しっかりと、頑張っていただきたいなというふうに、思います。まあ、ただちょっとね、中学生区間で、まあ、どこまで、粘れるかというところなんですよね。やはり、広島男子駅伝、中学生区間2区間、3キロ3キロなんですけれども、やっぱりね、中学生区間の強いチームが、上位に来る。距離はね、本当短いんですけれども、まあ、そこでやっぱり30秒とか、1分とかの差もついてしまうこともあるんでね。さあここどこまで、耐えることができるのか、まあ、この辺りもね、注目する、点なのかなというふうに、思いました。そして2つ目、こちらね、長野県を追うのはやっぱりね、兵庫県代表チーム、こちらなんじゃないかなというふうに、思うんですよね。まあ、こちらも、強力なね、高校生区間、世代、ナンバーワン選手としてね、ご紹介もさせていただきました、折田選手をはじめとする、まあ、須磨学園の、宮古王子4位の選手がね、しっかりと、高校生区間を固めてきていると。そしてこちらはもう中学生区間がね、もう大充実しているんですよね。あの昨年の11月に中学生の選考レースっていうのがね、行われたんですけれども、その選考レースに参加した選手のうち、なんと16人の選手が8分台のタイムでね、ゴールしているというね、もうとんでもなく中学生のレベル高いです。
まあ、そこからまた選ばれたこの精鋭3人ということですので、さあこちら、まあ、実業団勢ね、兵庫県、淡路島の巨人、坂東雄太選手をはじめ、アジア大学のね、エースでもあります片川選手もこちら、エントリーされて、おりますので、いや本当に1区2区かなりいい流れで兵庫県来ると思うんですよね。なのでこの3区、ここをしっかりとね乗り切ることができれば、そのままの流れで、しっかりと終盤までね、勢い保っていけるんじゃないかなというふうにも思っておりますので、さあさあ果たしてこちら兵庫県チーム、まあ鍵はこの実業団勢がね僕は握っているというふうにも思いますので、ぜひとも頑張っていただきたいなというふうに思います。そして3つ目、いや本当にねもう選ぶのが大変だなっていうぐらいね、本当に紹介したいチームっていうのはたくさんあるんですけれども、こちら関東からは千葉県チームをね、押していきたいなというふうに、思っております。まあそのね、周りである、まあ、東京チームもね前回3位でもありますし、そして、埼玉県、群馬県、神奈川県、いや本当にねレベル高くて、できればもう全部を紹介したいぐらいなんですけれども、今回こちらの千葉県、本当に、序盤、中盤、そして終盤と、もう各世代によってもうこのまんべなく、高い、ポテンシャル、戦力を持って臨んでくるのがこちら僕千葉県だというふうに、思っているんですよね。高校生区間は、都大路、3位、八千代松陰高校のね選手たちがねしっかりと、固めておりますし、そして実業団勢、駒澤大学からね、篠原選手、そして富士通からは伊予田選手、そしてロディスティード、富田選手がねこちら、大学生、そして実業団、カテゴリーでね、エントリーされているんですけれども、まあ、僕ちょっとこの千葉県を見た時にあれと思ったのが、広島県人2人入ってるんですよね。まあ、あの他の県でもそれちょっとよく見られるんですけれども、まあ、この地元ね、広島に帰ってきて、その広島県出身選手がね、まあ、どのようなまたパフォーマンスをね、見せてくれるのか、この辺りも、大注目でね、行ってみたいなというふうに思います。本当これ千葉県チームね、面白いですよね。かなりもう上位争い、食い込んでくるんじゃないかなというふうにも思っておりますので、皆さんもご注目よろしくお願いいたします。そして4つ目、これ一番の僕ねダークホースになってくるんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、南九州地区から鹿児島県チーム、いやこちらのチームがねかなり面白いんじゃないかなというふうに思うんですよね。っていうのもやはりこちらも高校生区間、泉中央高校、そして県代表になりました鹿児島城西高校、この2つの、まあ、ぶっちゃけ言えば鹿児島県オールスターですよ。オールスター選手がこの高校生区間をしっかりと固めてくるというところなんですよね。まあ、特にね、まあ、今回の都大路、鹿児島城西高校が、県代表の、ね、座をつかめ取っておりましたけれども、これ2位に終わった、泉中央高校2時間5分内で走ってるんですよね。もう違う県であれば間違いなく代表の座をね、つかみ取ってもおかしくないタイムで行っているにもかかわらず、鹿児島城西高校の前にね、敗れ去ってしまった。それが今回、このね吉本男子駅伝では同じチームで上位を目指してくるということで、本当に高校生区間、長野県であったり兵庫県、そして千葉県であったりにも負けず劣らずの、いい選手がこちら、揃っております。そして、実業団区間はもうミスター浅井和生と、言っても過言ではない、石田隆選手に、あの箱根駅伝7区の、ね、構想も記憶に新しい、山内選手がね、こちらエントリーされております。まあ、ここもちょっと中学生区間でね、まあ、どこまで粘れるかがまた、勝負のね分かれ目になってくるとは思うんですけれども、この中学生の、メンバーに選ばれた1人、林川選手、あの林川選手はね僕あの全中大会の時にちょっとね、お話しさせていただいているんですよね。もう座は個人的にもねやはり思い出のある、選手、こちらエントリーされておりますので、鹿児島県チーム本当ちょっとねダークホース的な、存在になって、この広島男子駅伝の、カンフル剤として頑張っていただけることはねもう間違いないというふうに僕も予想しておりますので、皆さんもご注目よろしくお願いいたします。
さあ、ザワが注目する代表チーム4戦、4つのね、都道府県チームを紹介させていただきました。いや本当に他にもですね、先ほどご紹介しました関東圏ですよね、本当東京、埼玉、群馬、神奈川、栃木ずーっとおりますし、まあ、あの中国地方で言えばやはり岡山県チーム、宮古王子2位のね、倉敷高校の選手、そして、全中駅伝優勝の京山中学校の選手たちがね、これしっかりドカッとこちらね、構えておりますし、そして、まあ、地元広島もね結構面白いんですよね。まあ、あの優勝はね、1回大会1回限りですけれどもね、地元の意地でね、こちら大会を盛り上げていただきたいなというふうに、思います。さあ、ザワが注目する、優勝候補代表チーム4戦いかがだったでしょうか。もうね、間もなく大会も始まりますので、皆さん大注目でよろしくお願いいたします。今日はこんな感じでザワチャンネルでした。そしてなんと今回、私もね、そのチーム作りに、関係させていただきました、陸上チームから県代表選手が誕生いたしました。おめでとうございます。山口県代表光市立、三井中学校渡辺真宏選手、おめでとうございます。あの3年前にですね、とある、駅伝大会にちょっとね、選手を集めてチームを組んで、まあ、出場しようじゃないかという話がね、僕の方に、舞い込んで、きまして、でどうせならですね、ちょっとその駅伝用にオリジナル T シャツを作って、まあ、それを着て走ろうじゃないかというね、話が、来ておりまして、まあ、こちらですよね、こちらの、私がデザインのガルコキッズ、この T シャツを、保護者の方と、作成いたしまして、まあ、それを着て走った選手の一人がこちらの渡辺真宏選手だったと、いうことでね、いや本当に、まあ、あの時のね、経験、まあ、しかもあの大会そのチーム優勝しているんですよね。なので、まあ、その時の経験がね、いや本当に今の彼 の、 その陸上人生に少しでもね、プラスに働いてくれていたというのであればね、僕もねこの陸上ファンとして、まあ、これ以上ない、喜びを、持っておりますので、まあ、当日ね山口県代表選手で、渡辺選手が、まあ、走るかどうかっていうのはまだ分かりませんけれども、県代表、本当におめでとうございます。いや本当に、まあ、皆さんもね、もしもその渡辺選手が当日出走と、いうことに、ね、なれば現地で、応援していただければなというふうに思います。 Been